俺の名前は竹蔵。ごっそうさん。飲み食いした分全部父上につけといてくれ。もういい年なんだから、父親に頼るのも大概にしな。呉服屋である親のすねをかじって遊び歩く、いわゆる放蕩息子さ。だけど最近は父上もすっかり厳しくなってしまい。また無駄遣いしよって。すまねえな、父上。すまねえだじゃねえ。来い。でで。俺は突然父上が世話になっている寺に連れてこられた。どうかこいつを頼みます。もう俺の手には負えん。わかりました、引き受けましょう。こうして俺の意思を無視した寺での修行生活が始まった。私は慈円と申します。あなたは今日から光道です。げ、名前まで変わるのかよ、めんどくせえ。言葉遣いを正すのも修行のうちですよ。慎んでくださいね。はじめからやる気のない俺は修行をサボりまくり、やいやいった。コード、見せたいものがあります。こちらへ。お師匠さん、何ですかこんな夜更けに。見かねた慈円が寺の奥の部屋へと俺を案内した。これをご覧なさい。あ、坊さんの死体？慈円が見せてきたのは高価そうな包囲をまとったミイラだった。これこれ、そんなに怯えてはいけませんよ。大変ありがたい姿なのですから。え、なんでこんな風に祀られてんの？この人は即身仏となったのです。は？即身仏って？慈円は慈しむような眼差しで即身仏を見つめ、俺にそっと語りかけた。即身仏とは過酷な修行を全うし自ら望んで絶命した僧侶のこと。昔ひどい飢饉で民が苦しんでいた時、この僧侶は自らの命を捧げ仏となることで世界を救おうとしたのです。厳しい修行にくじけず、ひたすら民の幸せを願ったのが彼です。あなたのような未来ある人々に希望を与えようと。どうしたのですか？え、あれ？俺は気がつくと涙を流していた。自らの命と引き換えに人の幸せを祈るなんて、なんて尊いことだろう。すごい人だなと思ったら泣けてきて。あの、お師匠さん、どうしました？情けない男はもうやめだ。俺、いや、私も即身仏を目指します。竹蔵、いや、行動として、人々を救う存在になってやると決意した。慈円から即身仏になるために必要な修行の話を聞いた。即身仏になるためには、厳しい5つの困難を乗り越えなければいけないらしい。まずは第一の修行、主剣道。連日の雨が体に応える。でも、まだまだ。山にこもって体力と気力が続く限り鍛錬を行う。こうして山から神聖な力を分け与えてもらうのだ。無事に山から戻ったらすぐに第二の修行、千日経だ。次は7年間かけて山を上げよ。毎日のように30キロ歩くなんて。コード、これを持っていきなさい。何です？修行のあまりの過酷さに圧倒されつつ出発しようとすると、何かを師匠が手渡してきた。包みをほどいてみると、何の変哲もない小刀だった。ご神用ですか？この修行は辛さゆえに断念するものが多くて、それは自害用ですよ。そう、即身仏になるための修行を放棄することは死を意味するのだ。もしかしたらとんでもないものに手を出してしまったのかもしれない。もうあの時のやる気なんて少しも残ってない。しかもこれが終われば次は穀立ちが待っている。第三の修行、穀立ちとは文字通り穀物を一切食べてはならないというものだ。穀立ちすることで肉体から脂肪を極限までそぎ落とすのだ。より完璧な即身仏になるために漆を飲んでは吐きを繰り返すとも聞く。漆は体内に入れては毒だ。よほど苦しい行為に違いない。そしてその後は、体が仕上がったら私は石室の中で絶命するまで独居しなくてはいけない。やっぱり嫌だ。俺は膨れ上がった恐怖心に押しつぶされ屈してしまった。だが本来は修行を中断する場合自害しなくてはいけない。みんなに尊敬される存在になりたかったが、死ぬのは怖い。私は死に物狂いで参道を降り、寺から遠く離れようとした。ここまで降りればなんとかなるだろう。この忌々しい修行着を脱げば誰も私が僧侶だとわかるまい。コード、恐る恐る振り返ると、いつからいたのかそこには師匠の姿が。やはり出発前に見えたあなたの戸惑いは気のせいではありませんでした。違うんです。これは師匠の後ろから続々と僧侶たちが出てくる。どうかお許しを。なりません。あなたは修行を放棄した上に自害することもできなかった。仏を愚弄するただの罪人です。師匠の目は怒りに燃えている。取り押さえて寺へ連れ戻すのです。はい。あ、
私はどうなるのですか。悪気はなかったんだ。きっと何らかの修行をすれば許してくれるはず。そんな聖衛の望みは師匠の一言で砕け散った。自害すらできないあなたはこれから私たちによって処刑されるのですよ。即身仏への道のりは険しい。信仰心と忍耐力、自己犠牲の精神、全てが強靭でないといけない。処刑？やだ、やめてくれ。こうして私、いや俺は処刑されることとなった。生半可な憧れは時に仏の道を侮辱することになるのだ。